属州の位置キプルス属州はローマ帝国の属州である。領域は現在のキプロス島全域である。日本語でキプロス属州と表記されることもある。ローマ帝国では地中海東部の政治、宗教、交易及び軍事の戦略的拠点としてキプルス属州を位置づけていた。この地はアッシリア、エジプト、マケドニア、 ローマ帝国の勢力圏が交作する地であったが、紀元前58年にプトレマイオス朝、エジプトを離れて、ローマ帝国に組み込まれ、紀元前22年までには正式な元老院属州となった。実際には、紀元前31年のアクティウムの改善で、ローマが勝利して、以降、4世紀にビザンティンの影響下に組み込まれるまでの間が、ローマ人がこの島を統治した期間である。 キプルス属州内はサラミス、パフォス、アマソス,ス、ラペソスの4つの地域に分けられていた。346年にサラミスに遷都されるまで属州とはパフォスに置かれていた。天文学者で地理学者でもあったプトレマイオスによる記録によると次に示す都市があった。ありがとうございます。